皆さんこんにちは今回はアルデューノと激安の 3D プリンターを使って直行アクチュエーターを作ります最近野菜の収穫ロボットの動画を見ていて試しにオープン CV で動くアクチュエーターを作りたいと思ったのがきっかけです今回はアルデューノで動くアクチュエーターを作って次回からガズベリーパイとオープン CV を使ってリレーを介して 今回のスイッチを自動操作するようなものを作ってみたいと思います購入した 3D プリンターです1万円くらいの激安品です 3D プリンターとしては精度が出ないだろうなというものですがお値段と今回の用途を考えると良いと思いますこの樹脂を送り出す部分は必要ないので取り外します 制御部分の箱を開けてみます基板1枚ですね使いようもないので取り外します3軸のステッピングモーターが残るのでそれぞれにモータードライバーを取り付けてアルリューノで操作したいと思います使用したステッピングモーターの接続はこのようになります今回はエネーブルピンを使用しました のステッパーモーター1を9番10番ピンステッパーモーター2を11番12番ピン上下左右の4つのボタンを2ピンから5番ピンエネーブルピンを7番8番ピンに設定していますボタンが押されるまでは両方のモータードライバーをオフにしています。そして 2番から5番のピンのボタンが押されてオンになるとボタンが押されている間モータードライバーをオンにしてモーターを回転させます3軸動かしたかったのですがエネーブルピンも使うとピン数が足りませんでしたので今回は2軸です次回ラズベリーパイをスイッチとして使用する時には間に入れるリレーでエネーブルピンを操作するので1つのアルディューノで 三軸の操作ができる予定です接続はこんな感じですコンデンサはモータードライバーの個数分が必要です今回はモーターとモータードライバーの電源を入れているときコンデンサから高音の音が鳴ってうるさかったのでエネーブルピンで切りました今回のこの機構ではモーターの電源を切っても位置を保持します今回のアルデューの 一枚で操作する場合二つのモーターを同時に動かすことはできません二つを同時に押すと if 文の上にある方のボタン操作が優先されます今回の動画は以上です次回ラズベリーパイとオープン cv で色を検知してその結果をトリガーとして今回の装置を操作する予定ですご視聴ありがとうございました